安全で快適な環境を実現し、生まれ変わった須賀川市文化センター。1981年にオープンして以降、芸術文化活動の場として活用されているこの施設は、音楽活動の原点としても親しまれてきました。めちゃくちゃ綺麗ですね。ああ、雰囲気ありますね。本当に青春の場所ですね、ここね、うん。須賀川市出身の川田修一さん。川田さんは東京フィルハーモニー交響楽団でトランペットの首席奏者として活躍しています。小学校、中学校、コンクール、文化祭もやったし、ありとあらゆる行事をもうここで経験してるんで、広い。大人になってこうやって見ても広い感じします。うん、なんか立派だなと思いますね。僕ここの席好きでした。こういう感じ、こうやって見てたんですよ。小学3年生からトランペットを始めた川田さんは、須賀川市立第一中学校では吹奏楽部に所属。須賀川市文化センターは学生時代によく利用していたといいます。小学校4年生か3年生で特設マーチング部と吹奏楽部に入ったので、コンクールでやっぱり舞台の上に上がって審査されるっていう、そういう戦いの場、いつもこう緊張してこの場に立ってるっていう、うん、かな。あとはホールじゃなくて上の練習室は、僕が高校生高1から音楽大学目指すようになって、もう頻繁に借りてました。特に浪人中はもう練習場所がないので、上の一番大きな練習室で1時から5時とかでよく借りてましたね。たまに夢に出てくるっていうか、そういうことあるんですよ。下から登ってくるところの登ってきてホールが見えたところの風景っていうのは未だに覚えてます。あとその辺を歩いてる自分とかっていうのはたまにこうフラッシュバックしてくるのはありますね、うん。2021年12月リニューアルオープンを記念した特別演奏会のため、4年ぶりに須賀川市を訪れました。青春時代の思い出を残しながら、耐震補強や利便性が向上した文化センターは、川田さんの目にどのように映ったのでしょうか。すごくなんか日が当たる感じ、今日も晴れてたし、日が当たった時に床のカーペットとコントラストがすごくいいなっては思いました、うん。音の響き自体は、うん、残響も、ちょうどよくあるし、奏者がお互いを聞く感じも悪くなかったんで、やっぱりホールってオーケストラが、いたとしたら、お客さんが入った状態で完成なんですよね。昨日入ってリハーサルをして、で吹いたんですけれども、ちょっとね正直吹きにくいと感じたんです。でそれがお客さん入ったらめちゃくちゃ吹きやすくなってて、なんかいつもの感じっていうか、すごく演奏しやすかったです。自分も音も聞こえましたし、今回みたいなオーケストラを呼んだりとかっていうのを頻繁にやってもらえると、やっぱりそれがきっかけになって子どもたちがそこからこう夢がこう出てきたりするので、やっぱりそういうきっかけの場を積極的に文化センターさんが作ってもらえると、僕らがこう歩んできた道をさらにこう下の子たちが歩んで、10年後20年後に同じような
育った子がここで演奏するっていうのが続いていくんじゃないかなと思います。新しくなった須賀川文化センター、本当に、今日吹いてみて僕もこの響きに感動しました。ぜひ皆さんも、この文化センターを利用してみてください。